はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、復帰版ですね、新しいアカウントで、やってってますけれども、今回ちょっとやっぱりガチャを引いていこうかなと思います。今手持ちがもうやっぱりね、だいぶキャラが絞られちゃってるんで、全然デッキの幅が広がんないんですよね。で、今春の高校球児応援ガチャが来てまして、まあ、厳選20キャラということで、まあ、クイーン心ちゃんとかもあのピックアップで来てますので、ちょっとこちら引いて少しキャラを増やしていきたいと思います。パワーストーンももう5000近くあるんで大丈夫っしょ。あのやっぱりね、新参者には優しくて、もうめちゃくちゃパワーストーン溜まっていくよね。あのチャレンジ系がもうどん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 解放されていくんで、まあ、それでパワーストーンガンガンに溜まっていきます。もう PG とかあの2日とかで作れるようになるんで、要はあのね、PG まで持っていくと、なんか SS 作っていくつね、で SS1 でいくつ、SS2 でいくつみたいな感じでどんどん溜まっていきますんで、まあ、新しくやる方に関しては全然あの追いついていけると思います。あのもちろん上位勢には追いつけないんですけれども、あの自分でね楽しむだけだったらかなり楽しめる環境にはなってます。で、今の自分のだからキャラがこんな感じなんですよ。まずは東くん、これかなり使える独身術持ちなので。で、あとどうでしょうね、この人とか全然知らないんだけど、まあ、1回35まで上げて、まあ、投手でねスタミナと変化球ということで使ったことあるけど1回だけかな。で、ワールドクラスの碇守くんは、新アーチスト用で入れてます。で、あとここら辺はちょっと前のキャラなんで全然使ってなくて、三駅さんも一応手に入れたんですけれども、チケットで、まあ今はっていう感じだよね。で、ここら辺はもう結構昔のキャラなんで全然っていうところで、あとちなみにチェーンソーマンコラボもね引きました。チェーンソーマンコラボ引いてまだ5000近く余ってるんで、まあ、だいぶね余裕はあります。で、パワーと、全然チェーンソーマン知らないんであれなんですけど、デンジは、まあ、一応手に入れてます。そうで、あとアルティメット明神もなんか引いたのかな、なんか数回で、あと使ってるのが新海ちゃん、フリートでねやっぱり必要なんで、だからそうフリートガチャもなんか1回くらい引いたんですよ、欲しいなって思って。あとララちゃんは今は使ってないんですけれども、威圧感持ちなので、まあ、威圧感入れたいなっていう時は入れてます。で、あとこのキャラとか全然知らないんだけど、なんかプロフィール見るとね、プロゲーマーの一歩とかちょっと分かんないですプロゲーマー。あとワールドクラスの山口は、まあ、至高のクローザー手に入れられるんで、まあ、たまに入れてる。で、ぜんざいもやっぱ桜吹雪はかっこいいよねっていう、あと一応バウンサーなんで技術稼ぎたい時に入れたりしてます。まあ折り変用かな。で、あと六本木の新バージョンもまあまあまあ守備と打撃なんで入れたりはしてます。あとこっから下はもうほぼほぼ全然使ってない感じですかね。まあね、あのなんだっけ、もう出ないよチケットがあるじゃないですか。もう出ないよチケットからね、森川とか懐かしいとか思いながら、一生使うことはないんだろうなと思いながら、で SR がもうこんな感じで終わっちゃってるんで、まあ、こっからデッキを組んでいけばいけないっていうところになると、だいぶ幅がやっぱり狭いんですよね。なので今回は、まあ、パワーストーンもあるし、こっちの春の高校球児応援ガチャ厳選20キャラなんで、まあ、結構ねあの絞って強化もできると思うんで、一応出現率割合見てみると、クイーンココロちゃんと、同様の別バージョンですね、全然性能わかんないんだけど、あと野球マスク結構古参の人だと野球マスクとか熱い気がするんだけど、ちょっと性能は全然わかんないです。あとアーサーのねキングとか、ね、少年闇のとか、ラミーちゃん結構人気なんだよね、フレマラしてると結構ラミーちゃんにセットしてる人がいて、であと、まあ、闇のルミナっていうキャラも結構セットしてる人多いですね。であとまあ普通の異能とかはまあまあまあっていう感じなんですけど、あとだから新海ちゃんもいるしララちゃんもいるしっていうところで、他も全然知らないです、わかんない、佐渡とか言われても誰っていう宇土なら知ってるけどという感じですね。で、60連まででワンセットで、前半と後半があって、まあね50連目と60連目でバナ PSR 確定してるんで、ちょっとこれなかなかいいかなという感じです。 SRPSR も出現率ずっと2倍ということで、まあ、PSR がね出現率2倍になったところで多分たかが知れてるとは思うんですけれども、まあ、最初2回も150で引けるんで、まあいいんじゃないですかという感じでやっていきましょう。
冬の演出はもうガンガン飛ばしちゃっていこう。1枚同栄、同栄ってどうなの。多分もうほとんどね新しいキャラだと思う。誰これ全然知らないんだけど。クイーンココロちゃんの R か。アーサー、こっから見れるっけ。同栄の別バージョンはそもそも練習が、あ、変化球急速か、いいんじゃない。タックいきなり60ある、10レベルでそれなりに高くない。コントロール上下アップ4で、タックボーナス練習効果20、精神ボーナスついてるで、解放していくと、お、いいねいいね、いいんじゃないですか。 SR でこれはちょっと他は SR キャラ出てないんで、おまけもらってで20連目引いて1枚入ってんね。おお、野球マスク進むくん PR ココロちゃん、誰これ。これエジプトのキャラもしかして、なんか見た目ちょっと見てみよう。あ、ヌービス、エジプトのキャラっぽいな。肩、で今上限アップでね、お、走力と肩ついてんじゃん。で練習効果アップがあって、まあ、レベル上げていくと得意練習率アップと試合経験点ボーナスがつきますっていう感じで、進むくんは、進むくんそもそも何これ。変化球と打撃か、一応メインは投手なんだね。でミート上限とコントロール上限あるんで、まあ両方入れられる。あと筋トクが何なのかか、筋トク今こっから見れるからね。ハイスピンジャイロ、速球プライド、または闘魂、これよくない ?2 つ手に入るのはいいよね。まあ、最近もう筋トク2つあってかつ上限アップもついてないとなかなか査定的に厳しいからねっていう感じ。こいつもちょっと見てみるか。筋トク何もないの。切り紙隊長、または左キラー、またはローリング打法、またはまたはが多いなっていう感じでした。じゃあ次なんだっけ。30連目40連目バナーの SR か、もう引いていこう。なんか全然石が減らない気がする。お、すげえ、いっぱいある。どえ、あ、ルミナがいたね。これ誰、これもなんかフリートやってる時にどっかの高校で見たことあんな。俺がよく行く高校だな。でこれが誰だ、さっきのなんかスナイパーっぽい人だったよね。お、PSR 普通に来たわ。たかが知れてるとか舐めてたけど、どうえくんの PSR か。ちょっとレベル50までもう持ってけないよね。そもそも精神ボーナス6か、もともと精神ボーナスってついてないのか、ついてないところじゃないな、ついてるわ、固有でついてるところにプラスが乗っかるっていう感じかな。これ誰、シゲコバ、二塁手、あ、打撃と守備か。で何ついてる、お、走力、肩あるじゃん。でタックが45の固有がつく感じで、一応得意練習率アップがついてるのか。で技術ボーナスつくと結構良さそうだけど、あ、もともとでも技術ボーナス4ついてるところに6だから、まあまあまあっていうところか。いきなりつくとねやっぱだいぶ変わるんだけど。で金徳はストライク送球、伝説のサヨナラ男、あ、ストライク送球は、まあ、やっぱり欲しい、査定的なものじゃなくてやっぱり実能力的になんか欲しい、つけたいよねっていう。で宮田くん、宮田くんどんな感じなの、まあ、最近だからやっぱ上限アップはなんか何かしらついてるよね。で守備と打撃、しかも2種類練習か。でも固有も大体ついてんな、みんな試合経験点ボーナス 20% とか普通に出てきてんね。1球入魂、内角質だ、これも2つか。はいはいはい。であと同栄と同栄で、次もまたバナーなんで、クイーンココロちゃんが出てない。ここは1個か、さすがに野球マスク、これ誰、なんかいたな、確かに名前がなんか載ってたな。同栄とかね、普通のキャラ持ってれば全然解放できるんだけど、もはや普通のキャラすら持ってないからなっていう感じです。
で次はさらに PSR キャラなんで、ここはなかなか期待ですね。どっちかっていうと PSR のレベルを上げたいから被ってくれても全然いいんだけどね。2つ心ちゃん来た。心ちゃんはなんか借りて使ったことがあるんで。おお、ルミナちゃんだっけ、もうなんか強いっぽいよね。さあちょっと見てみますか。まずクイーン心ちゃんから、そう、変化球球速でバウンサーなんだよね。それがいい。でコントロールの上限アップだけか。あ、ピッチャーだから。そう、万能パワードリック持っていけるんだよね、追加で。あー、試合経験点ボーナス10はちょっと開けたいな、まあ、45にするのはなかなか大変だけど、これ解放すればするほど強くなりますね。で心ブレイクなんだっけ、あの超スローボールの折り変版みたいな感じで、変幻自在あるのがいいよね。変幻自在も新変幻自在が取れるんで結構いいと思います。で変化球球速で、でコントロール上限アップがあっての、まあ、45までいくとタックがちょっと上がるから、タック20上がるのか、それはいいですね。でルミナスアーツなんて持ってるんだ、超尻上がり。折り返いらないときは先手必殺と超尻上がりっていう感じか。超尻上がりだから先発用で入れる感じですね。じゃあ60連目。はい、まあまあまあ1個。おお、心ちゃんよし、開けられる。誰これ。あ、そういえばラミーとかいたね。という感じでしたので、新しいキャラを見てみると、まあまあ全員入れて使っていけるよね。心ちゃんの PSR が2枚か。同盟の PSR 出たの確かにでかかったね。そうするとで野球マスクがここに2人いるんで、まあ、37だと多分評価が上がるだけ。あ、違う、得意練習率アップがつくんだ。それはいいな、全然いいわ。という感じで、まあ、ルミナちゃんとかも出たんで、まあ、ちょっとねここら辺のキャラを入れて、まあ、またやっていきたいと思います。でこれあの前半で1回終わるんですけれども、後半でね3月27でまた1回目からリセットされるんで、そしたらまた60連引いていきたいと思います。そうすると4800じゃなくて4900か、4900あったのが3600になってるので、1300くらいしかっていうのもなんかどうだろうね、表現があれだけど。でこっからさらに1300使ったとしてもまだ2000いくつ残ってるんで全然 OK でしょ。でパーチャルとかやってまた少し増えていくと思うんで、というわけで、まあ、次は後半を引いて、ちょっとねここら辺のキャラクターを鍛えていきたいと思います。というわけで、今回はガチャを引いた久々の動画ということになりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。あとやっぱね、ゲドウがなかなか足りないんだよね。